はい、ケンちゃんこっち向いて。はい、ケンジ君、スキー場復帰しました。はい、復帰しました。10日間ぐらい入院してたんですけど、ラムゼハントシンドロームっていう病気で顔半分動かなくなって三半規管やられて最悪だったんですけど、やっと今日初滑りです。うちの親父もなんか調子悪いらしいですけど、俺も頑張るから親父も頑張れ。よかったっすね、こんな当たり日にこれで。ウェルカム俺。じゃあ、ゲンちゃん、マジックカーペット。いやね、ほんとぐるぐる回ってるから、うん、これちょっと一回試させてもらっていい？いや、ひょらひょらひょら、俺だってこれしかやらせる気ないから。大丈夫、乗れる乗れる乗れる大丈夫。ここやったらね、シャドウないから、まあ一回どんなもんかだけをちょっと。で、まあここで様子見て、上がるか上がんないかをね。オッケーオッケー。ちょっとまあ決めましょう。俺が登れな、これで滑るのかと、お前、これお前、ちょっと付き合えよ、お前。いや、置いていきますよ。やっぱり18センチのパウダー行くもん。じゃあ、はい、それはあの三半規管とか関係ない。マジか、頼むよ。あのね、言ったら三半規管が言ってることによって平行感覚がなくて、倒れ強とかっていう感覚すらないんですよ。だからね、例えばね、こういうちょっと病み上がりの三半規管言ってるおじさんに絶対こういうことはしたら絶対にこういうことしちゃダメですよ。何してんねんお前。行く行く、もう行く、客行く。おおおおお、うまい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 。これぐらい倒してないかわからん、マジで。まあでもちょっと元気かやな。こっちはいいんや、こっちはいいねや。まあまあまあ見た感じ復旧っすけどね。じゃあまあちょっともうちょっと何本かやって、これ3回ぐらい行ったらもうあれ全然乗れるよ。いけそう、絶対行ける絶対行ける。まあ、ちょっと集中してやりましょうか。じゃあ3回ぐらい回ってくる、3回ぐらいちょっと回ってくる。はい、ここで待っときますね。フラフラしてるよ。とりあえず滑れるから一回上がってみましょう。よし、ケンジさん、いけそうってね。絶対いけるわ、これ。まあ、いけそうっていうほどいけそうじゃないけど。俺、今日、キッカーまで行くから。キッカーが、顔面麻痺で、発音できないってね。キッカーは、もう全部やだ、もうあ、ケンジさん、やってきましたね。やっとトップまで来たよ。昨日、ほら、連絡してきて、明日行こうと思うんだけど、って言ってきたじゃないですか。で、今日来たら、18センチ降ってるんですよ。連絡まだかな、連絡まだかな。あ、来た11時、よしと思ってた。そっか、午前中マウンド上げるから 1時間食えれると思って、家出る10分ぐらい前に連絡してて、よし、そんなんでも愛感じたよ。まあちょっとマジックカメラでウォーミングアップしたからね、まあ、うん、多少の急斜面はいけるでしょうっていう。いやいやいや、はい、まあ、ちょっと一回ね、様子見ながら行きましょう。様子見ながら。俺も怖いから。 OKOKOK。 準備は待ち、ゆきくん三半規管がまだ弱い。ああ、はは、マジやっぱやばいな。ゆっくり行きましょう。怖いわ。ちょっと右出た方がいいかな。あ、でも滑れるな。ケイちゃん、右の方コーク。イージーエクトウェイ。いや、やめてやめて、止まんといて。いや、マジできついわ。低い、こんな滑るねんと思わなかった。まあ、いいよ、ゆっくりいっか。おー、いけるいける、おお。めっちゃパウダー。なんかあんな大きさ撮ってる場合ちゃうな。撮ってる場合ちゃうな、これ。うわ、危ない、行くぞ、帰った。こんな滑れないと思わなかったわ、ショック。まあ、キョラキョラキョラってだいぶ空いてるし、キョモキョモ、またフラフラはあるんでしょ。フラフラある。景色だけは半端ないな。ショックだわ、マジで。ここ乗ったらや、なんか追ってる場合ちゃうな。イエーイ、やば。おお、なんか硬い。マギはね、このリハビリエリアから、ランニングエリアから入った方がいいよね。うん、行ってみます。コメントが少ない。復旧やもんな、もう復旧すぎて何も面白くないわ。
こっから本気？ああでもだいぶ楽しんでないよね、やっぱ原型機よりは。うわー、やっぱそれは難しい。難しい。ハハハハ、マジか、思ってへん感じっすね、まだまだ。でも自分が思うこれはしたいっていうのはできんかもしれへんけど、見た感じ少ないな。ちょっとなんかそのオロオロしてるとこはあるけど、初日にしたらいいんじゃないっすかこれで。おお、逆エッジ。本気で滑らないとね、半々時間って大切。うん、あんま下手なことしない方がいいね。エッジを控えてないっていうか、うん、エッジの使い方が初心者レベルまでいってる。マジでやばいな、これ一からやり直しか。ということは、スノーボード初心者からもう一回楽しめんじゃん。イエーイ、ポジティブ。裏取りとかやばかった。やばかった。全然エッジが効かれてない。なんかどこに自分の体があるかわかんないんだよ。でかくないし。うん、そんないつも通りでしょ。うん、でもいつも通りじゃないから、あなたがえ、あなたがいつも通りじゃないんですよ。あのお手本がいるから大丈夫じゃない。調子乗るか怪我するんですよ。大丈夫。1個目だけの方がいい。2個目は結構テーブル長いから。ほんと、うわ危なっ。終わった。結構いったと思わない？意外と滑ってましたね。なんかまあ普通に滑るのはいけてそう。でもあのマジックカーペットの一発目とノリで一番まで行っちゃったじゃないですか。あのその一発目、うん、俺どっちか分からへんかった。あのわざとやってんのか、うん、ガチか。ガチでしょ。で今日だって今日ガチってお約束でしょ。お約束でしょ。でもいやちょっと開けた。でもあの瞬間ええみたいな、下まで行けんのみたいな、うん、最終的には菊川まで飛んだから、うん、大丈夫だと思う。よかったよかった、うん、明日も来る。明日もやる。これね毎日来て訓練した方がいいわ。まあ、ちょっとぐらいね、1時間ぐらいでもいいから、うん、やってた方がいいかもしれない、うん、そうします。普通に滑るのとレギュラーのちっちゃいジャンプやってもいけるってことで、うん、だいぶ回復しましたね。まあ多分今日あそこまで行ったら明日でかいの飛んでると思うよ、ね、いややめてやめて。まあでもよかったよかった、ここまで回復したということで。はい、1ヶ月半ついに2ヶ月か約、それぐらいですね、うん、2ヶ月ここまで復活しました。ありがとうございます。